ピロ買ってこい。6月5日東温市の坊ちゃん劇場で新作ミュージカルの稽古の様子が公開されました。公開されたのは6月7日から公演が始まる坊ちゃん劇場第15作目のミュージカル岡山桃太郎伝説鬼のレクイエムです。このミュージカルは岡山の桃太郎伝説を題材に創作されたファンタジー作品で、主人公の桃太郎が鬼との交流で生まれた友情と自らの使命との間で葛藤する姿を通して戦いの虚しさや平和の願いを描いています。鬼退治は本当に正しいことなのか、鬼を退治すれば本当に天下太平の道筋が開けるのか。たとえ生まれた国が違っても二人が同じものを食べて同じ景色を見ていつしか同じ夢が見られるなら一緒に暮らしていけると思います。兄貴はいいやつだぞ。初めて人を斬る、お前の兄貴を叩き斬る。おいらおめようです。お兄ちゃん。当初4月に初日を迎える予定でしたが、新型コロナウイルスの影響で劇場は3月から休業、およそ2ヶ月遅れての上演となります。まあ、今回は特に、コロナの影響で、ステイホーム、お家にいらっしゃってうつうつと暮らしていた方が多いと思いますけれども、そうした方々に、この作品を見ていただいて心に温かい火を灯していただきたいと思います。役者もスタッフも大変苦労しながらこの日を待ち構えていました。ぜひ役者やスタッフたちの心の爆発を皆様にも感じていただきたいと思います。新作ミュージカルの公演は6月7日に始まり、劇場では扉を常時開放して換気を行うほか、来場者を100人に限定するなどの感染対策を行うということです。